皆さんこんにちは。 CF ネッツ不動産コンサルタントの藤原でございます。今日の今年で最低限知っておきたい親の相続に関する心構え、この講義はですね、相続人と非相続人、この違いについて解説していきたいと思います。まあ、映画なんかもですね、相続人というような名前の映画が、まあ、数多く撮影されていたりしますので、まあ、テレビドラマなんかでも多くやられておりますのでね、相続人という言葉はですね、皆さん聞き慣れた言葉だと思いますが、改めまして相続人と非相続人、この違いについて説明せよというふうにこう話を突きつけられますと、意外とあれどっちだっけ、どっちがどっちだっけっていうのが迷ってしまう方って結構いらっしゃる感じなんですよね。で、今日はそのワンポイントセミナーのお話をいたします。で、相続人というのはですね、分かりやすく覚えましょう。これは財産をもらう人ですね、もらう人、これが相続人ということになります。そうすると、この非こうむるという字ですね、この非がついている方はじゃあどういうことかというと、まあ、失う人ということになりますけれども、要は亡くなる人ということになりますね。相続人というのは財産をもらう人、まあ全員合わせてですね、一人とは限りませんので、まあ、全員合わせて、相続人というのは財産をもらう人で、非相続人というのは、まあ、財産を失うというか、まあ、死亡に基づきましてですね、財産を失う人、このことを非相続人と言います。この2つの言葉の違いをまず覚えていただきたいと思います。で、その上でじゃあ非相続人って誰なんだろう、ということを考えた場合、今回のテーマは、今年で最低限知っておきたいという立場で、このセミナーをやっておりますので、子どもに対する非相続人ということになると、これは答えは簡単ですよね。親ということになりますので、まあ、父または母、これが2番、非相続人ということになると思います。じゃあこの相続人というのはじゃあ誰ということになりますと、これはまあ一般常識でも皆さん把握されていらっしゃると思うんですが、まあ、大概はですね、父母がいて、まあ、子供がいると。で、子供が、まあ、例えば一人っ子の人もいますし、二人の、まあ、人もいるでしょうし、まあ、三人の人もいると。まあ大体家族構成というのは一般的にはこんな感じになっておりますよね。そうすると、これこのグループですね、これらグループが全部束ねて1番相続人ということになると思います。相続人は財産をもらう人ですから、まあ次世代というかですね、これが親世代だとすればその次世代ということになります。で、非相続人というのは亡くなっていく方ということになりますので、まあ親世代と、まずはこういう関係をしっかり頭の中に入れていただきたいと思います。じゃあその相続人というのは、じゃあこの中で、まあ、どの人たちを、まあ、相続人と、まあ、呼ぶのか、どこの範囲までの人が相続になり得るのか、これはですね、実は意外と複雑だったりするんですね。で、次回、そのことについては詳しく説明させてもらいますが、今日は相続人と非相続人、この言葉のその意味について、お勉強していただければと思います。では次回をお楽しみにしてください。ありがとうございました。